もう3年になるんですけども、僕が辞めてから、すごくこう時間が経ってはいたんですけども、リハーサルをしてからすぐに前の感覚がこう戻っていきまして、もうすぐにこういつも通りの感じでプレイできたという状況だったんで、非常にそういう時間をこう超越したような感じで非常に良かったと思いますけども、まあ僕が中学高校の頃ですけども、一生懸命こうコピーをして夢を持って頑張ってた時期だったんですけども、非常に音楽的にも勉強になりましたし、そういう時期に知り合った音楽でした。はい。いや、もう大御所神保明様なので、非常に一緒にやれたのが光栄でした。もう気持ち的には、まあそうですね、まあ、憧れのドラマーというのもありますし、まあまあ、とにかくその20周年の、イベントにふさわしい演奏をしようという心構えで取り組みました。印象深かったことですよね。まあ皆さんと一緒にやれて非常に勉強になったなというところがまず一番ですね。音楽的にも人間的にもこういう場所に自分ができたと、ある期間だけできたというのは非常にこう感謝をしているという気持ちですね。はい。これからも一生懸命、ドラムを、プレイしていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。OK です OK か？です。ありがとうございます。嫌 だな。すんげえ嫌だな。